やけどを負い、孤独だった猫。迎えてくれた家族は悲しい過去を持つ人物だった。アパート火災に巻き込まれた猫。心と体に負った深い傷。皮膚が真っ赤になっていて、見ているだけで痛いということが伝わります。野良猫として、一匹狼で生活をしている中でどれだけの寂しさ、そして、この火傷で身体の痛みとともに心の痛みも経験したことでしょう。うつむくその表情に胸を締め付けられる思いです。回復への道のり。こちらが手術直後のフェニックスの様子ですね。やけどした部分はまだまだ痛々しく、本来真っ白のはずの彼女の皮毛は焼け焦げて茶色くなっているのがわかります。体にはやけど、そして心にはトラウマを抱えたフェニックスは無事回復できるのでしょうか。数ヶ月後、驚きの姿に、なんということでしょう。フェニックスがふわふわの毛並みを持った美しい白猫さんに生まれ変わっているではありませんか。そして右はブルー、左はグリーンの夫愛が実に神秘的で魅力いっぱいですね。やけどの後もすっかりわからなくなっています。この子なら、という間に、里親さんが決まってしまいそうですが。神様が用意してくれた最高の相棒。この子こそママにぴったりの猫、よ。グロリアさんは、フェニックスにかつて火事のトラウマを乗り越えた自分の姿を重ね合わせたのかもしれませんね。同じような経験をした飼い主さんとの新しい生活を始めたフェニックスは、ピンク色の耳にちなんで、ローズバットという新しい名前ももらったのだそう。ローズバットとは、バラのつぼみという意味。火事から生還し戦い抜いた美しい戦士フェニックスには、ぴったりの名前ですね。二人の火事生存者は、これから先もお互いを支え合いながらフェニックス、不死鳥、のごとく強く生きていくことでしょう。